ハロルド・マイナーは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、イングルート出身のバスケットボール選手。NBA のマイアミヒートなどで活躍した。その波外れた、超躍力から生み出される迫力ある、ダンクシュートが有名で、ダンクシュートコンテストで2度優勝したことがある。ポジションは、シューティングガード。身長196センチメートル、体重95キログラム。 ニックネームはベイビー・ジョーダン。1971年にカリフォルニア州イングルートに生まれる。マイナーが最初に頭角を表したのは高校生の時である。その波外れた衝撃的なダンク能力からマイケル・ジョーダンに例えてベイビー・ジョーダンとのニックネームがついたのもこの頃である。マイナーは南カリフォルニア大学に進学し、 1989年から1992年まで3年間プレーした。大学でプレーした最終学年にマイナーは、クリスチャン・レイトナー、シャキール・オニール、アロン・ゾ・モーニングといった早々たる候補を抑えて、スポーツ・イラストレーテッド氏の年間、最優秀大学バスケットボール選手に選ばれた。またこの年マイナーは、南カリフォルニア大学を、 NCWA 一部トーナメントの第2シードに導いている。ただしトーナメントそのものは2回戦で、ジョージア工科大学に敗戦している。1992年にアーリーエントリーを宣言し、1992年の NBA ドラフトの一巡目全体12位でマイアミヒートに指名される。同年の全体一位指名はシャキール・オニール。他にもアロンゾー・モーニング。 クリスチャン・レートナー、ラトレルス・スプリーウェル、ロバート・オーリー、ポッパイ・ジョーンズなどが指名された。マイナーは1993年と1995年に NBA スラムダンクコンテストで優勝している。1995年は前年優勝者のアイザーやライダーを破り、マイナーはベストダンカーとしての地位を確固たるものとした。しかしながらマイナーの成績に特筆すべきものはない。 NBA 入り前やドラフト時の高すぎる期待が、あだとなって、ダンクだけの選手と評価されてしまい、コーチ陣から十分な出場時間を与えられなかった。このことについて大学時のコーチは、マイナーに起きた最も不幸な出来事は、ベイビー冗談というレッテルを貼られてしまったことだといつも思っているとコメントしている。1995年シーズンの後、 マイナーはクリーブランドキャバリアーズに放出された。キャバリアーズにおける平均出場時と平均得点はそれぞれわずか7.2分3.2点であった。1995年10月18日にチームはマイナーをトロントラプターズのビクター・アレクサンダーと交換トレードに出そうと画策したが、アレクサンダーが身体検査にパスしなかったためトレードは取り消しとなった。 マイナーの NBA 最後の試合は1996年2月20日のシカゴブルズ戦で出場した最後の5分間は得点がなく試合も26点差で負けている。結局キャバリアーズではわずか19試合に出場しただけであった。その後キャバリアーズはマイナーに解雇を言い渡した。マイナーはトロントラプターズのトライアウトを受けるもシーズン前に不採用を言い渡された。 トロントラプターズのワークアウトで不採用を受けた後、マイナーは他の NBA チームや海外でのプレーは模索せず、引退した。その後のインタビューで、キャリア中ずっと膝の怪我に悩まされていたことも、引退理由の一つだったと語っている。現在、マイナーはラスベガス近郊に定住して、不動産投資家をしているとされる。引退後は、私生活の平穏を守るためにもインタビューの依頼や、 公の場え姿を表すことを避けていたが、2010年にはインタビューを受け、そこでは南カリフォルニア大学や選手時代の知り合いたちともう一度つながりたいと思っていると答えた。ありがとうございます。